飛ばねえかなぁレイドくんが麻雀であの発狂して大声出してるとこれいっちゃん好きやねんなレイドくんは大声出してるだけでおもろいまあでもあさってうちのチーム多分麻雀やると思うからウォーミングアップすんのにだから 今のうちにレイド君視点を見てマージャンについて勉強しといた方がいいかもしれないねエイペックスの大会はよいしょうちのチームのメンバー見てから言ってくれよどう見てもマージャンするメンバーだろいや二次会じゃないよウォーミングアップでマージャンするんだよウォーミングアップでマージャンすることによって読みがさえるよね読みっていうのは大事なのよ アンチ読み<し>打ち合いの読み読みっていうのは全てに関わってくる駆け引きねいわば駆け引きがうまいと何が起こるかってバトラーで一番大事なのは駆け引きよ思い出しましたけ、ね、どレイドくんの麻雀見ながら一杯やろうかなうんうん一通ドラとちゃんと三色両方見て ここをここからあれなんだね一通見えるんだな全然見えなかったけど俺は一通一通っていうよりも塞がっちゃってるけど下茶とか上茶だったらもう分かりやすく右茶左茶上茶でいいじゃん今度から俺分かりやすいように右茶 右茶左茶上茶っていうわダマンですきたダマンのレイドダマン裏メリのレイドダマンのメリットってテンパイしてることを隠せるからだから振り込んでくれる可能性が高いからってことリーチすると みんな警戒して捨ててほしい範捨ててほしく、ね、捨ててほしい範が捨てなくなるから黙って転廃するってこと、うん、なるほどねいやー無理だよねこ <coughs> のリャンマン黙るのは麻雀のすべてを理解したような気がする,る今るああなるほどねリーチ来たら降りれんのか他の人が 変,変に勝負しなくていいってことか赤3枚赤ってマンズとソーズとピンズにそれぞれ1個ずつしかないんだよねその 1, 1個全部持ってるってことかやりますねなんで5だけ2枚あるんだろうね麻雀って赤いやつじゃなくて普通の黒い字のやつもさもう1枚あるじゃん なんで5だけこんな特別視されてるんだろうねんだかやばい赤城が飛ぶああギリギリせええじゃないあギリギリ飛んだおお0点え初めて見たえマージャンって0点でもいけるんだうん,なんかきってない感じがすごいお前もう役0しかないじゃんちょっと赤城弱いか こう引だな。ハイパイクソいいじゃん。これ絶対今麻雀楽しいよ。これツーワンこうです。甘えたな。おいといつい。れれでもオーラフだからあれか。これはミラクルじゃない。さすがに。 終わりこれトップ嬉しいな <laughs> どうやって来たんだけど <coughs> 音出し見れないと思うから見やすくしてあげるわ今彼配信中だから <coughs> あんだけだってさ 嬉しそうにさ、どうやってさ、来るんだったら、それはだってマージャン好きじゃん、もう。誘ってあげないと。誘ってあげないとね。なんか神とからフレンドシンスで来てんだけど、しかも CS。誰だ、俺の名を語ってるのは。えー、俺ゴールドなんだけど嫌って言ってたそれは嫌。<laughs> ダメ。 確定マージャン確定な罰だからちなみに俺の本名は坂本です